ぎちしるべ高まる鼓動をそれが答えでしょう。遅咲きの主人公を無限の可能性空に瞬く無数の希望を君と構えに行くんだ。大きな光へつなげてみようよ。瞳にしない描いた未来も輝いてるはず。始まったばかりさ、だけど信じたままに出てきちゃう感動を、そこにドラマはない。弱い自分を受け入れて、ありきたりを壊せ。何度だって言うよ、満たされないなら傷ついて涙して険しい方へ進め。その両足で迎えに行かなきゃ。吸い込まれそうな夜もあるけど、夜明けは来るよ。怖がらないでね。いつか名前をつけるとした